86ね。オレンジの86はかっこいいよ。なんかちょっとこう、ヒーローみたいな感じがあるよね。ほんで、この方、あの、バイクも持っとんだけど、そのバイクがめちゃくちゃヒーローなんよ。完全にエヴァンゲリオン。じゃあけ、この86がエヴァの0号機で、バイクが初号機。じゃあけ、絶対オーナーさん家で第一種戦闘配置って言うとる。と俺だったら言うもん。インプレッサスポーツね。これはいいですね。スタイリッシュな感じでね。 ほんであの、イニシャル D の聖地を巡礼してきました、言うて書いとったけど。まあ、ここはね、すごい大人気の場所ですよ。いや、ファッション気になるな,<い>なんか何よりもこのファッションが気になるね。この黄緑の服を着こなせるのはこの方かピーターパンぐらいじゃね。いや、これでもかなりいい写真だね。この写真がイニシャル D の漫画の表紙だったらみんな読むね。 ダットサントラックね。まあこれまた珍しい。あんま見んよね。完全に旅好きの人が乗るやつ。瓶のコーラ飲みながら運転する。ああもうなんかこう写真見とるだけでワクワクするね。まあこれならどこにでも行けるよ。タイヤ4本積んどるけん。4回までパンクできる。海もブワー行くし、ほんで雪道も登るし。ほんでこの写真これ、風力発電を積んどるみたいになっとるね。その発電した電力で走るみたいな。 プリウスいかついね、これね。もういかつくない部分がないよね。でもなんかプリウスっていかつくしても清潔感があっていいよね。もうこれタイヤがすごい。もうなんかもうホイールがこうドラム式洗濯機の角度やもんね。洗濯物あったらこれちょっと入れてしまいそうになる。ほんでスモークも濃いんよ。ルノワールのコーヒーぐらい濃い。この写真も迫力あるね。 このマックもろ俺の地元のマックなんじゃけど、いや、このマックでチキンクリスプ買いまくりようだね、俺。まあ、これ偏見なんじゃけど、プリウス乗っ取る人は、照り焼きバーガー頼む。 アキュラの RL ね。アキュラってのはホンダがアメリカとかカナダで開業したブランド9よ。ほんでこの車は RL っていうアキュラの最上級のセダン。まあ、レジェンドの左ハンドルって感じやね。珍しいよこれは。なかなか見られん。いや、めちゃくちゃ職質されとる。もうパトカー2台並んどるけんね。もう職質の取り合い。 俺がする俺がするみたいでもオーナーさんが言ったけどやっぱこの車を買って1年間は職質の嵐だったらしい最近は顔パスできるようになったらしいんだけどこの写真なんでこれ1年目のお巡りさんが職質の練習するために止めてきたらしい多分警察学校の教科書に載っとるねもうねボクシーねこれめっちゃオシャレですよ黒と金のバランスが絶妙ホイールが金なのがまたこれ嬉しいねほんでヘッドライトをいろんな色に変えれるんよ まあもちろんこれで走るわけじゃないんだけど、気分によってライト変えれるよね。なんかむしゃくしゃしとるときは赤にしたり。ちょっとナイーブな気持ちになっとるときは青にするの。ほんでムラムラしとるときはピンク。水色は何やろね。ムラムラし終わった後じゃろうね。ほんでね、これ給油口が金なんですよ。これガソスタの店員さんバリ緊張するよ。白い手袋して失礼します。 ビッツね。いろいろカスタムして瞑想しましたって DM で書いとったけど。あれは、瞑想しとるね。カラーコーン乗せとるもんね。まあ、でもビッツ自体いかつくておしゃれじゃけどね。なんかつわもの感はすごいある。ほんでオーナーさんこのビッツ乗る前はアクアに乗っとったらしいよ。アクア瞑想しとるね。上にサメが乗っとんよ。 怖い。ナンバープレートは撮影用じゃろうけど、このボディペイントとかもいかついね。ほんでこの写真、これ、見てはいけないものを見てしまったって感じあるね。なんかもう、瞑想って言うんかな、これ。多分アクアがサメを食べてしまったみたいなことじゃろうね。もうなんかこう、いろいろカスタムして何周もしてこれに行き着いたって感じはする。もしかしたら世界的なデザイナーが見たら絶賛するかもしれん。Wow! Wonderful! Wonderful shark! ボルボ XC60 ね。これはいい色ですよ。爽やかミントって感じやね。潮止めのイタリア街で撮ったらしいよ。もうほんま雑誌に載ってそうじゃね。完全にイタリア。近くに吉野家があるなんて誰も思わんじゃろうね。ほんでこの写真、貸し切りの屋内洗車場らしいよ。 もう完全に洗車に集中できる。ピカピカになったよね。お皿より綺麗。ちょっとなんかもう盛り付けたいもんね。いやーキラキラしとるね。やっぱ洗車した後は気持ちいいね。ほんでこの写真撮った後に故障してレッカーで運ばれたらしい。ピカピカなのが逆に虚しい。CRZ ね、これ大学2年生の方が乗ってるんですよ。初めて買った車らしいですから。 白黒がこれオシャレやね。パンダ号って言われとるらしい。車買ってね、彼女とドライブしよう思うとったら、納車する10日前に別れたらしい。あと10日、あと10日だけ待って言うて言いたいよね。バリ切ない。でも今はね、男友達を乗せて元気に走ってますを言うて書いとったけど。まあいいじゃないですか。白黒ついたってことで、パンダ号だけに切り替えていきましょう。 マーク X ね。マーク X の写真送ってくださる方多いんですよ。このマーク X いかついね。青すぎる。もうヒサロみたいになっとるもんね。いや、これかわいいな。いかつい中にかわいいのがあると安心するね。これもすごいよ。バリピンク。もうなんか無料案内所かなみたいな。でもこれあの、オイル交換の紙をずっとぶら下げとんですよ。常に確認しながら運転するっていうのがオーナーさんの誠実さが現れとるね。 フェアレディーね。これはいい写真ですよ。鳩場で写真撮ったりしてね。オーナーさん釣り好きらしいんですよ。ほんでこの写真も送ってきてくれたんだけど、いやもう車写ってないけんね。ほんでこれでっかい。何が釣れたんじゃろこれ。コチ違うコチかなほんでもう一枚。これもう完全にコチだけしか写ってないけんね。車もオーナーさんも写ってないっていう。いやー、大きいコチですね。で、コチの話になってしまったね。 レガシーツーリングワゴンね。この写真しかなかったんだけど、オーナーさんこの車に乗っていろんなとこ行っとんよ。ほんでなんと走行距離が50万キロですよ。50万キロはなかなかないね。月までの距離が38万キロじゃけん。月行っちゃってんすよ、もう。次は火星を目指しましょうって言おうとしたら、調べてみたら火星まで2億3000万キロあった。 インプレッサネシスね。これ現役高校生が買ったんですよ。今まで一回も使わず貯めたお年玉とバイトの給料で買ったっていう。すごいよね。かばやきさんも買わずに我慢したけんね。いや、現役高校生ってのがすごいよね。もう走りすぎて週2でガソリンスタンド行ってます、って書いとったけど。いや、そうだ走るじゃろ俺3月生まれじゃけん、高校在学中に免許取れなかったんですよ。 もじゃけ、高校生の時車乗れとったら楽しかったじゃろうな思うもんね。これ乗って遠くのガストに行くんじゃろうね。いや、びっくりドンキーかなとにかく最高のカーライフ楽しんでください。ローレルね、このローレルいかつい。だいぶいかついね。泣く子も黙る。ただ DM でオーナーさんあの、ほぼ留年確定の大学生ですって書いとったよ。えーそうなんや。まだまだ頑張れるでしょう。う もう心オーレルでもあの、将来学校の先生目指してますって書いとったけんね。このローレル乗っとる人が学校の先生になったらギャップ最高じゃねでもなんか PTA でね、子供に悪影響ですよって言ってくる人おりそうじゃけどね。逆に先生いいね生かしてるねーって言ってくる保護者もおりそう。いやーこれ先生なるの頑張ってください。 シビックね。このシビックバリア赤いね。最近納車したらしいんですよ。ほんでこの後ろの建物も相当赤いね。この写真もう90%が赤じゃん。ほんで空青。いやーでもこのシビック見た後赤信号を見たら赤に見えんかもね。それ気をつけにゃいけん。いやほんまこれ、イチゴ顔負けの赤です。 この BM 大学生が持っとるんですよ。ただ DM で買ったのはいいものの大学生からしたらガソリン代高すぎて全然乗れませんって。 いや、もうちょっと車のランクを下げてね、ガソリンつげばよかったんじゃないかなとは思うんだけどね。それで維持費の安いこのバイクを買いましたって書いとったけどね。いや、金持ちでしょ。そんなボンボン買えんもんね。ほんであの、新居に引っ越したら、このバイクを止めるスペースがなくて、実家にずっとバイクを置いてますって書いとったね。だから僕の今の愛車はこれですって。ナイスアイディアちゃうねま、でもクロックスはガソリンいらんしね。置く場所も玄関があればいいし。とりあえずこのクロックスにタイヤつけてエンジン積みましょう。 これね、「納車4日目のソアラです」って書いとったけどすごい可愛いねでもこうして見るとリアルじゃね本物の車撮っとるみたい逆にここに写っとる車がデカってなるこのデカい車の方がリアリティがないよね「夢はソアラに乗ることです」って書いとったね絶対叶いますこの写真もね僕の愛車です LED すごすぎる。もうあのクリスマスのイルミネーションの光り方じゃね。でも安全面は完璧ですよ。反射板より車からしたら目立つけんね。ただあの夏は光っとるけん虫がぶわ追いかけてくるじゃろうね。ああ言われて。 どうも、向かいワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回もたくさんのご応募ありがとうございました。ご紹介できなかったお車はね、また次回以降ご紹介させていただくことがあると思いますのでよろしくお願いします。そしてまだまだ車のお写真募集しております。こんな変なとこで写真撮りましたとか、こんな珍しい車持ってますとか、ネタっぽい写真からガチな写真まで、Twitter かインスタの DM で募集しております。応募の数が多くなりますとね、ちょっとご紹介できない可能性もあるんですけど、そこはご了承ください。詳しくは概要欄に書いてますんでよかったらご覧ください。 くださいツイッターインスタのリンクも概要欄に貼ってますチャンネル登録高評価よろしくお願いします以上向井ワンダーランドでしたありがとうございました